雷鳴か。いや、獣のうなり声のような。
あやかしを調伏するのが我ら陰陽師の務めとはいえ、かように責められては。再び世に出られた矢先、早々にこの地が狙われようとは。紛れ込んでおるようだ。畜生、返り討ちに遭うとは。おとなしくあそこにいりゃよかった。